三毛は、ダザイオサムの短編小説。ダザイが書き綴っていた創作年表の記述から、本作品は、神話コード1943年12月号、掲載予定だったのが、都合により、翌年3月号に延引したことが推測される。書室紙に、昨年、私は、二人の友人と別れた。早春に、三井くんが死んだ。それから五月に、三田君が、 北方の孤島で玉砕したとある箇所は、単行本収録の際、あえて、今年、私は二人の友人と別れた。早春に、三井君が死んだ。それから五月に、三田君が、北方の孤島で玉砕したと書き改められた。文中で引用される聖書の一節、我はその手に、釘の跡を見、我が指を、釘の跡に差し入れ、我が手をその脇に差し入れる,るにあらずば神ぜじは、 ヨハネによる福音書20章25節の言葉。2015年2月10日刊行の男性作家が選ぶ太宰治に、道家の花、畜剣団、渡り鳥、富岳百景、京王夫人、彼は昔の彼ならずなどと共に収録された。三家を選んだのは高橋玄一郎。本作品に登場する三田純子と、 ト石太大一が初めて太宰の家を訪ねたのは1940年12月13日。三田とト石らはその頃、芥クという同時雑誌を作っていた。1942年2月1日、三田は森岡の不評105連隊に入営。ト石は同年9月25日、大学を半年繰り上げて、卒業10月1日に仙台の第二師団不評第4連隊に入営し、 陸軍予備士官学校へ進んでいる。10月26日、三田は北海守備隊に転属を命じられる。1943年5月29日、アッツ島の日本守備隊、山崎部隊が全滅。8月29日、新聞で三田の戦死を知った都石が太宰にその旨を手紙で知らせる。1944年1月9日、太宰は 陸軍予備士官学校を卒業し、南方軍総司令部に送られていく都石と上野で会う。1946年9月、都石は河北新報社に入社。ありがとうございます。